種類なかった。でも可愛いですね。このシャツめっちゃ可愛かったよ。ここなんですか。ここはハーフです。ミドル。正面にでっかい木あるんで、あの木の右が多分一番狙い目だと思います。綺麗旗がちょっと右目にあるんで、バンカー狙い、右のバンカー狙いでいきます。はい。左 OB なのかな。ナイスです。ナイス。せいなちゃんは試合の日とか朝ごはん何食べますか。朝ごはん、あのセブンのトルティーヤ巻いてるやつ。はい、なんだっけ、あれブリトー。あ、ブリトー美味しいよね。冬はブリトー食べます。ご飯派、ご飯派、パン派、パン派。あ、でも日によるどっちも、どっちも冷たいもの食べてる。うん。あ、でもパンかな。パンが多い気がする。パン。ご飯派のあゆちゃんとしてはどうですか、この意見は。あ、でもなんか最近パンも食べるようになりました。でもなんかどっちも食べちゃいます、私。朝めっちゃ食べます。どこのコンビニが好き。どこだろう。ローソンが多い。セブン、セブンっぽい。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 石川せいなイコールセブン。です。
ナイス。ナイスです。試合の日はサンドイッチです。サンドイッチ、サンドイッチと飲むヨーグルト。飲むヨーグルト。サンドイッチは何のサンドイッチが好きですか？あのコンビニのミックスサンド。ミックスサンドなんかパン派の方はお腹がすくってご飯派のみんなが言うんですが、お腹すきます。お腹すき、でもなんかあんまお腹いっぱいで試合するといつも良くないんで、お腹減りながらなんか食べながらやってます。おやつもごもごしながら、はい、タディバッグには何をおやつを忍ばせているんですか？グミとか、グミ、梅干しとか、チョコとか。チョコとか、はい、甘いもの好きですか？好きですね。やっぱり食べるんですか？食べますおすすめのタピ屋さんありますか？おすすめ？ここが好きとか。なんか結局ゴンチャが一番好きなの、うん、でもあのめっちゃ太るんでちょっとタピキンしてます。タピキン、はい、ナイスです。ナイスです。
ナイスです。ナイス。ナイスです。お疲れ様でした。前半は結局私たちが一打リードして終わりました。どうでしたか前半？なんか距離が短い、もうちょっと伸ばせたかなみたいな。でも上がりバーディーでした。寒かった寒かったそれしかない。寒かった。足引っ張っちゃったので後半は頑張りたいと思います。なんだろう、なんかスコア出そうで全く出ないのは多分天気も天気のせいにします。もう寒いんで後半はもうちょっと狙って入れて差を開きたいと思います。心強いです。私はとりあえず寒かったんですけど、もう少し態度はアンダーだったんで、後半ももうちょっと伸ばします。ご飯を待ちます。え、なんか顔じゃないですか？ねえ、違うの？そうそうよね、かわいい。そうそうそう、でもジェキファンはあまり何回も言っちゃう。やばいやばいやばい、待って、見てないし。OK、 どうぞ、いただきます。カカオか。もうそうなるか。食べなくて染みます。はい。なんか麺が細くてうどん膨らまないんだけど。見た目でもっと話すべきでしたね。そういうこと？ちょっとあのお顔の話を崩しちゃった。崩しちゃったのないんですけど、お顔でした。独創的なゴルフ場だなと思って。いただきます。私はいつも恒例の担々麺。この間違った。そこまでじゃなかったの？あ、なかった。そう、担々麺ないゴルフ場もある。え、あると大体担々麺？うん。3回目3回目だった。いただきます。この担々麺めっちゃあっさりしてて美味しいです。普通の担々麺となんかまた違う。あやちゃん、どこの担々麺が一番美味しかった？ここに担々麺めっちゃ美味しい。ここ一番。あ、本当。じゃあ、こちら美味しい。食べてみて。あ、あっさり。ごまごましいです。けどあっさりだ。なんか味噌ラーメン。味噌、味噌ラーメン担々風味。名前変えた。名前変えた。っていう例えです。例え。なんか強制してるんですけど、歯痛い時に食べれる柔らかさ。分かりづらい。とっても分かりづらい。噛まなくても食べれそうじゃない。そんなかいさ、それ伸びてるみたいな。あんまり美味しくなさそう。美味しいです。ちゃんとした麺ですね。柔らかくない？固め派柔らかめ派。ね、なんていうの、私も柔らかいですけど、良かったと思う人を指さしてください。一番上手だった人。あ、今日食レポ。ってことってことじゃあ、せーの。あゆちゃん。あゆちゃん。やったー。
値段がついています。すいません。値段値段。可愛い。ありがとうございます。おめでとうございます。